ペースランナウェイ、エヴァ急激の見終わった後のすごい映画を見てしまった感に対するネットの反応をお送りするよ。エヴァ急激の予告のワクワク感と本編を初めて見終わった後のすごい映画を見てしまった感。この頃のアニメ映画の雰囲気好き。少年は神話にならなかった。すごい映画だけど何回も見たいとは思わない。よくわからんがすげえもん見たな。って感じが大好き。めちゃくちゃ没入感あって見た後ぐったりする。なんだかんだやっぱ好き。インモラルだけどそれゆえ強烈な魅力がある。旧エヴァはロックだった。序盤のコメディーシーンとか思い出すととにかくシンジがかわいそうになってくる。悪趣味さがいい。急激の保管計画めっちゃ綺麗だよね。急激は圧倒的に映像がすごいけど、間の使い方もうまいと思う。アイキャッチの入れ方とか絶妙すぎるんだよな。声優さんたちの絶叫演技がとても良い。ゲーム作品の方が癒しだったあの頃。多感な10代前半に見たらいろいろこじらせたり影響受けそう。人の存在だけ未だにふんわりしてる。なんであいつらバラバラに襲ってくるんだ。あれはここの生命体で仲間じゃないからな。俺だけがアダムの元に行くんだっていう競争してる。一番好きな映画だけど、これを一番好きな映画にあげたら頭おかしい人だと思われそうでそっと心にしまっている。人を選ぶにも程がありすぎるが、よそで見れないもん見たって感はすごい。あんのが命かけてたのがよくわかる。よくもこんなものを、という意味で一生忘れられない映画体験だったな。世界中探しても公開規模、内容、社会現象でこんな奇跡起こせたのってあんの以外いないだろう。旧エヴァ最後の映画上映後の物品販売コーナーの殺伐とした雰囲気は今も忘れられない。当時はまだ映画館で立ち見できたんだよな。中学でこれを初めて立ち見した時は疲労のせいか内容のせいか頭クラクラしたぜ。急激を見たあの頃の空気を思い出すために何度も見返してるところはある。よくこんなの流行ったなという感じがある。めちゃくちゃ病んでる暗黒のパワーに満ちてる。この頃にしか作れない気迫みたいなのはあったと思う。あんまり話題にしたくない気持ち悪い作品だけど聞き迫るものがあるというか。ディスコミュニケーション、共同体の崩壊、自殺率3万人時代にリンクしてたからもう同じ作風は来ないよ。当時が左足と左手を欠損していたなんて知りとうなかった。でも貞元版では死んじゃうから、カオルくんのループで一番救われたのは当時と光だと思う。きっと貞元版が初回で貞元版当時は死ぬ。テレビ版当時は一命を取り留めるがサワンと左足を欠損する。進撃当時はエヴァに乗らずに炭光と結ばれツバメを設ける。カオルくんが救いたかったのはシンジだけど救ったのは当時。3号機に乗らないとこんなに救われる男。旧作はなんといってもそういうが可愛いのがいい。綾波も神秘的でクールビューティーなのもいいし。見直してみたらシンジくん当時から綾波には特別優しい。レイがお気に入りだからこそ、シンジ君本人が理想と思う世界でも転校生として出会ってパンツ覗き的ののしられるからな。上級者だよシンジ君。学園エヴァ好き、こういうのもっと見たかった。ミサトさんのお財布事情を考慮してラーメン食いに行く話好き。ニンニクラーメンチャーシュー抜き。けどユージの司令官が貧乏生活って悲しいな。本当は頑張ってステーキ食わせてくれるはずだったから。ミサトの財布を心配したってのは建前で、ラーメン屋ならレイを誘えるからやで。友人の結婚式のご祝儀でも悩むくらいの財政事情、ドレスとかもいっぱい買ってるみたいだけど。というか信じて金銭面どうなってるんだろ。やってることの性質的にミサトなんざ足元にも及ばない高級もらえそうだが。出撃手当3000円、危険手当3000円、精神汚染手当3000円。戦前の昭和でも安くない？セカンドインパクトと北半球動乱のダブルパンチでミサトさんの生活でも高級鳥の生活だぞ。ミサトさんって信じなかったら食生活ボロボロになってそう。急激本編ではほぼ登場がなかった戦略自衛隊が出てくるという。戦時のネルフ制圧シーンは今でもなかなか来る。仮にも主人公側の組織がなすすべもなく制圧されるのはある種のカタルシスでゾクゾクする。好きすぎる。何回見ても仲間の死体引きずってる女性職員が撃たれるところでああってなる。相手はサードインパクトを起こそうというテロ組織。危険な任務だけど俺たちがやらなきゃこのボロボロの世界で生き残ったみんなの笑顔がなくなっちまう。みんな行くぞ。セカンドインパクト後の混乱期に散々やべえ作戦繰り返してそうだし連動高そう。
実際人類としての正義は戦時側なんだよな。非戦闘員虐殺の倫理を問われることがあるけど、セカンドインパクトという世界規模の災害とその後の紛争を経験している人間ばかりだろうから、同じ惨状を起こそうとしているともなれば、なりふり構わず対処するしかないよねって。ゼーレの情報操作による傀儡って前提がなければビレなんだよね。進撃世界戦だとビレに合流してるよね。多分このシーン初めて見たときヒヤッとした。天岸よきたれの曲調はすごい綺麗だよね。天岸よきたれが流れてる時の曲の綺麗さと映像の絶望感のギャップが好き。和訳歌詞見るまではただの綺麗な雰囲気のいい歌だと思ってたよ。たまにテレビとかでそういう BGM の使われ方してるしな。曲の入りいいよね。まあそれはそれとして、終わり。最高の続くだと今も思ってる。多感な時期に見れてよかった。旧機の輸送機のスライド撮影は話題になってた。確かセルで無理やりやったんだっけか。量産機がいっぱい空飛んでくる絶望感。表情豊かな量産型。2号機調装シーンの握手見っぷりが最高だった。通過ロボアニメ全部に広げても、あのうなぎを超えるインパクトのある敵役はなかなかいない。エヴァシリーズが設定画の段階だとバイザーゴーグルタイプかと思ったら、口だったのが判明した時のインパクトよ。自意識があるのかただの装置なのかは曖昧なのが正解だよね。テレビ版で語られるダミープラグの説明に従うなら、ダミープラグはエヴァが動くだけの代物。エヴァにパイロットが乗ってるって錯覚させるものだよね確か。でもパイロットいないからエヴァは何の意思で動いてんだ？ってなると生物の三大欲求で動いてるのかな？いっそのこと2号機が再起動&覚醒になって全部始末して、正義は勝つで締めてもよかったのよ。ヒロインが食われる寸前に助けに入るのが主人公だろうけど、グズグズしてて間に合わなくて主人公発狂って流れがさすがだなと痺れた。貞元漫画版では間に合って量産機相手に奮戦したし、頑張りすぎて初号機覚醒しちゃったけど。進撃見てもロンギヌスの槍の謎機能はさっぱりわからなかった。なんで初号機取り込んで変形してできるんだあれ。神の子エースをロンギヌスで断罪して、そのおかげで新しい世紀に食材した人類が生き残れるようになった。かっこ適当。昔見た時は訳がわからなかったけど、落ち着いて見返すと作中で全部説明してたわ。訳のわからない言葉だらけでわかりづらいだけで。みんな幸せそうに保管される中で、一人だけ恐怖におののき泣き叫びながら保管されるかわいそうな人。伊吹やヒューガは好きな人と保管されたのに青葉だけ。好きな人がいない人には綾波が現れるんだっけ。知ってる、青葉って綾波好きなんだぜ。青葉だけ特別サービスしすぎでしょ。これ綾波が一人だったらまあなんとかなるけど複数はちょっと。ネルフ職員の中では誰にも依存しないある意味ちゃんとした大人だったから、強制的に綾波に保管された感。思いつきだから自分でさえそこまで説得力ないけど、深層心理で強烈なナルシストだったとか。死にたての人は保管してくれるのはサービス聞いてるな。ミサトさんはセーフなんだっけ。設定的にガチの死人にエヴァでいうところの魂があるとは思えないので、瀕死だった説を押す。言動はあれどうなったんだろう。普通に死んだのか初号機かっこゆえと一緒になれたのか。下半身残ってたしおそらく保管されずに死んでると思う。悲願だったゆえとの再会を手前にふと全てを俯瞰した瞬間、食材として真珠に殺される方を選んだみたいな。言動、かっこすまなかったな、真珠。神はこのシーンで本当に言動の物語を終えられたのだと思った。昔見た考察サイトで AT フィールドの除去、カッコ自我の崩壊には、他者と一つになりたい恋愛感情か、極限の恐怖からの逃避の二択って説を言ってた。命がけで送り出されてもなお体育座りを決め込む主人公がいただろうか、いやいない。急激の神事は何もしないことを決めていたからやる気を出さないのは当然というか、急激のミサトさんとの噛み合わなさも実はそういうことなんだよな。最初は諭すように話して、エヴァに乗れよって誘導するけど、シンジはもう乗らないと決断してる。最終的にはシンジに乗れって言ってんだろこら、って逆ギレして大人のキスでごまかして力技でゴリ押す。思えば最初から噛み合わないんだよなあの二人。大人になれてないミサトとネグレクトされた子供なシンジなんだから無理もないけど。挫折からの立ち直りイベントを経ずに最終決戦になだれ込めばこうもなろう。綾波の顔が怖すぎて夢にまで出てきたのは忘れない。
ちょっと頭弾け飛んでる量産エヴァが綾波の顔になるのはやめてくれませんか。本当に無理です。綾波ってもともと少々不気味なとこがあった。綾波3号の巨大開口は絵として圧巻だったから俺は好きよ。個人的にはこれはこれでハッピーエンドな気がしてる。シンジ君のわだかまりや悩みは一応解決したからな。世界がとんでもないことになったけど。この当時から人類補完計画をシンジが拒否するのは一貫してるんだな。実は人間嫌いでもないのかな。庵野監督、物語では理想を変えたのかもな。急激の時点で生きていこうと思えばどこだって天国になるって超前向きなセリフを言わせているんだよな。